まあ、そう、悩んだけど。あと最近、カービィの、星座コレクション？なんて言ったらいいんだ。カービィの、なんだっけ。十二星座の、ランダムで入ってる、ランダムで入ってる、カービィのグミがあるんだけど、十二星座の。それのなんか、ランダムでキーホルダー入ってるよっていうのをね、最近やったの。求めざれなかった。まあ12分の1って難しいよね。そう、カービィのグミ、でももう普通にグッズとしてもさ、販売されてるみたいで、ね。お羊座が出たの。でも確かにさ、そのもう乙女座としてさ、売られてるグッズもあるじゃん、もう普通にランダムとか関係なくさ。でもやっぱ何が出るかわからない中で自分の欲しかったものが当たった時のものってやっぱりさ、嬉しいよね、当たるとね。もう乙女座当たんないよね。よくある、みゆうちゃんがサムネイル公演私がいないとき出ちゃダメって言ってたよ。私もみゆうちゃんがいないと、やだ。みゆうちゃんがいないと。私のこと知ってるのみゆうちゃんぐらいじゃない？最近の私をずっと知ってるの。だからほんと。生誕祭とかさ、もしやるってなったらさ、マジで会話広がらんと思うの。だって8ヶ月も劇場出てないんだよ。一緒にチーム活動なんて、ほんとコンサートの時ぐらいだもん。だってチーム4のメンバー。そこがちょっと怖いし、私もまだちょっと寂しいなって思ってる部分。みんなともっと話して仲良くなりたいなって感じ。何トップ30って。 あ、そういうこと？ランキング順位。あ、ありがとうございます。すごいね。びっくりした。なんか急にこんな、こういうものが出るんだっていうのなんか初めてだから、ごめんね、リアクションがちょっと新鮮なもので。イベントなんてほんと久しぶりだから。ちょっと笑っちゃったよね。反応が。理解が。なんかイベントしてるの？そう、料理のイベント。でもね、舞台の期間と被ってるんだ。だからもう、難しいって感じ。
でも今時間、こういう時間、大事にしようと思う。大阪って1回公演多かったっけ？だからまあ配信はできるかな。うん。ありがとう、せっかく応援してもらってるのに、いただいているのに、かる。配信嬉しい、ありがとう。ミスだよね。何か質問ありますか？もう結構答えたよね。年末か。すごい、なんか初めて来てくださる方もいらっしゃって、ありがたい。まさに睡眠とゲームどちらが優先ですか？もう最近あんまりなんか深く眠れなくて。ゲームかな。でもスプラでも矢倉が好きなので、矢倉とかバイト、だからまあそれ時間が重なってたらやるって感じだけど、もしできなかったら映画とか YouTube とか見たりして。
ーヒーに砂糖を入れますか？あ、入れる。入れますよ、それは。入れないとね。大阪でしたいことはありますか？美味しいものを食べること。ゆかるん TikTok やらないの？事務所のアカウントがあるよ。それに私載ってる。でも私も個人的に作った方がいいのかなって思ってきたけど、多分やらないと思う。でも別に毎日投稿とかじゃないもんね。でもやってみたいところもある。やっぱ写真とさ、動画って違うじゃん。まあもちろん今配信で動いてる姿をみんなに見てもらってるけど、なんか TikTok ってさ、何、音楽とかさ、なんかもう少しの時間だけでもなんか楽しめるじゃん。まあ私はね、家がもうこれしかないんで、映せる場所が映えないよね。嫌になっちゃうよね。まあでもユーザー数っていうかさ、たくさんの方がやってるじゃん。木目好き？じゃあ佐々木の木目っていうアカウントにしようかな。佐々木家の木目っていうアカウント名にしようかな。木目でしか撮影しない。まあもうほんと楽。家で撮影なんてめちゃくちゃ楽やん。佐々木家の木目。そしたらだって木目でコンセプト、木目で。前でしか撮影しません。全部背景これ最高だね。やばいやばい、9位になったんだけど。壁が高い。やば、ちょっと驚いてる、私。なんか上がっててびっくりした。いやー、みんなありがとう。ね、ちょっと言葉遣いが荒くなっちゃった。まだまだ最近オーディション受けて、自分って
器用じゃないんだなっていうのをすごく感じて落ち込んだの。すんごいへこんだ。あ、なんで私練習ではさ、すごいさ、あ、できる、自信満々って感じだけど、やっぱオーディション慣れしなさすぎて、まあ2回目だったんだけど、この間ね、つい最近、なんかね、歌唱審査もあったんだけど、なんかね、喉が閉じちゃってやばかった。レントのシーズンオブラブだった。でもやっぱりこう経験、何事も経験だなと思って、だからこれからもっともっとそういう場に挑戦していきたいなって思った。AKB のオーディションは自分の好きな曲とかだけど、やっぱり今はもう殺陣とかダンスとか覚えていくもの、あと歌もミュージカル系の曲を選んだりとか、歌い慣れない曲だったっていうのもあるんだけど、なんかもっともっと頑張らなきゃなって思ったし、ボイトレしたよ。ちょうどその楽曲がね、楽曲を練習したくて、まあ、いろんな先生にお願いしたんだけど、 AKB の振付師の方がそのレントの日本人キャストで出演してた方で、ボイトレの先生ね、てかあの振付師と、まあ、ボイトレもたまにしてるよって方で、ボイトレお願いして、偶然その何、奇跡が起きて、そうキャストさんに、キャストだった方に直接楽曲をね、そのシーズンオブラブを教えてもらう機会があって、まあ2回ぐらいしか行けなかったんだけど、すごいことだなって。でなんか本当にその AKB のその振り付け、振り入れの時とか、本当に先生と話す、1対1で話す機会なんて本当になくって、だからなんかもう8年10年ぐらい一緒にいるのに、本当その時初めてちゃんと話したって感じ、最近ね。でそしたら、ゆかるんってこんなにもう、あ、ゆかりちゃん、そうゆかりちゃんってこんなにも素直な子なんだね って言ってくれて、なんかこんな吸収が早くてみたいな、なんかもうすごいなんか嬉しかったの、なんかこんな素直な子だなんて思ってなかった。みんなでいる時はすごいね、何こうこうなっちゃってたけど、なんかもっとそういうとこ出してた方がいいと思うよ。素直じゃないっていうか、その、なんていうの、ただあの、その、振り付けの時はもうだって言われたことをこう、振り入れだからさ、だって話したりとかそんな時間ないじゃん。おとなしいイメージだったと思う。でも直接話して、
もっと可愛いんだから自信持ちなって言われた。まあ、その部分を知ってるのはきっとファンの皆さんなんだろうなっていう。だって出してないもん、私も。出してないっていうか、だって集中してるしさ、フリーレの時は。その雑談とかしたら先生に失礼だし。静かに。遅くなりましたが、武道館でのパフォーマンス最高でした。ありがとう。お花。ありがとう。まあね。難しいよね。あとやっぱ人ってオーラで出るなっていうのを最近すごく感じたの。わかるようになったというか、わかるよね、出てる、出るよね、やっぱり人ってそういうのを感じ取りやすいのかわからないんだけど、わかるようになってきた。舞台君戦でね、一番仲良くなったのはね、やっぱり N07 舞台のみんなだね。でもその中でも、マリアンとは仲良くなったかな。一緒に帰る、出たし、あ、ジンニーちゃん役のね、そう、マリアン。本当に、いい子だし、同い年だから、そう、一気に距離が近くなった。あとめちゃくちゃ面白いの。私のツボなんだよね。みんなにマリアンの面白さを見てほしいもん。しおりとどっちが面白い？同じぐらいに面白い。私のツボ。
みんなにも見てほしい。ジニーちゃん、何も同感。ちょっとねねちゃんモードを戻さなきゃ。だってもう2週間前だったもんね、東京公演。戻していかなきゃ。てかさ、オンラインお話し会でね、大阪行くよって言ってくださった方がすごくいて、嬉しかったの。ね、みんな行くって言ってくれて嬉しい。なんか今回は結構長いお話なんですけど、分かりやすいし、なんか演出もすごいし、あ、もうなんかもうごめんね、私が素晴らしさを語ったら語彙力のなさで伝わらない可能性がある。でもなんかそのカーテンコールとかすごいゆっくりキャラクターを見れる時間があったりとか、まあ私もそうだけどね。あと撮影タイムもあるので。あとちょっとポニーテールがぶっ刺さった部分でちょっとね、ダメージこれ以上負わないようにちょっと、ケアをしっかりしていこうと思います。途中休憩のアナウンスはあれ録音してるやつ。ガルンが大阪に来てくれるのが嬉しくて舞台を見に行くことにしました。ありがとう。初の地方公演です。ちょっとやっぱり東京公演でね、まあ舞台はずっとやってたんですけど、私もいつか地方行きたいなーって思ったし、地方の方もごめんね、東京行けなくて、まあこういうね、ご時世で。ちょっとね、行けなくてごめんねって方もいっぱいいたので、いらっしゃったし、私どうしても行きたいなっていう思いがあったんですけど、叶えることができて嬉しい。そう、舞台「君戦」アニメもね、2期の発表がありました。舞台もきっと続くんじゃないかなっていう思いでいっぱいです。
頑張ってください。地方行くの私だってめっちゃ久しぶりよ。何年前？なんか嬉しい。なんかもう久しぶりに新幹線乗る。あ、ミラーボール。ありがとう。寒いね。どっちだっけ？あ、かわいい。時には辛かったこと、悪い話にする。思い出は味方なんだ。された美しい記憶、君と僕の今日の風景、絶対忘れない。2番の歌詞が好きなんだよ。この曲ずっと好き。うん。
と僕のバリューも好き。ガザ締めくって喋っているよ。小さな輪の中端っこに座って笑う。なんだっけ。出る君、うちの心さで人気投票しても上位じゃない。勉強とかスポーツも中くらいで目立たないタイプだけど、なぜか本当気になるんだよ。そう、どこにいてもいいだろう。どんな世界中の美女たちより並べられないくらい君がいい。なんだっけ。ガチが出てこない。伝わるだろうか切ない僕のこの気持ち。誰がどう言ったって最高に好きだ。ペンライトありがとう。あと音符も、あとなんだっけ、ああミラーボール、ペンライト、キラキラ、チーム4カラーだ。あ、青もありがとう、赤もありがとう、あ、黄色もありがとう。すごい、こんないっぱいあるんだね、カラーバリ、ありがたい、ありがとう、ありがとう、チーム4カラー。ラブ修行いい歌だよね。ちょっと歌っちゃおうかな。うん。目と目が合った瞬間、こうなる運命だった。あ、違う。あったっけ？ある？合ってる？あ、人好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。めっちゃアカペラ。雲の上浮かぶようにふわふわと歩いてる。そう、夢見心地で世の中のすべてのものキラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはないんだ現実は。愛しさは跳ね返る。心が痛いよ顔の日。微笑みの向こう側へ。さあ目と目が合った瞬間、こうなる運命だった。涙をいくつ乗り越えればいいの。人は好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行。どんなに悲しいことがあったって、どん
んなに寂しいことがあったって、どんなに…なんだっけ、苦しいだっけ最後が傷つくだっけ、どんなに傷つくことがあったって、目と目が合った瞬間こうなる運命だった、涙をいくつ乗り越えればいいの、人を好きになるって切なく辛いもので、あの日からあなたになる修行を、うんうん、あーすごいミラーボールこんなに1分半もどうしよっかな、嬉しい、ありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます。何歌おうかな、ラブ修行はね、来てたからね。すごいね、ありがたいね、本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。何歌おうかな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 。メロディー歌いたい。歌詞送って。あ、長い光もういいねん。まあ、歌える限り歌おうよ。いきまーす。長い光。A メロからいくよ。夜空に輝く余ったの星から大事な一つを今なら許させる。何度も季節が移り変わり星座が巡っても私は迷わない。愛とはいつもそこにいること、孤独な日々にやっと気づいた。長い光よ、永遠の祈り、何の苦悩も思い続けてる。晴れた夜にも雨の夜にも私のことを見守ってくれた人、この部屋の明かりを消してあなたの光に包まれたい。イエーイ。あ、ミラーボールありがとう。またまたまたミラーボールありがとうございます。あと待って、
順位が上がったよ。ありがとう。でもこんなね、まだ始まったばかりです。いや、ありがとうございます。皆さん、こんなに歌ってる時みんながこう応援ありがとう、たくさんの応援のおかげです。本当にありがとうございます。歌で届ける。てか運命の歌すごい良くない？歌詞背中押されるよ、あの曲は。昔はね、この曲歌いたいって言ったら歌詞職人さんが、あの歌詞を流してくれるね、職人さんがいらっしゃったんですけど、いなくなってしまいました。いつかまあ戻ってきてくれると思うんですけど、うん、まあでもまあね、あの2人目の歌詞職人さん今募集中でございます。まあね、もしよかったらで大丈夫です。いいえ、そう、こんな曲歌いたいって言ったら、ね、もすぐ送ってくれる歌詞職人さんがいたんだけど、いなくなっちゃった。うん、応募間に合わないよ。そうなの？すごいね。私もうアカウント消えちゃったよ。リスケ聞きたい。歌詞なんだっけ？もう一個携帯があればな。覚えてるんだけどな。ゴミがついてる。取れない。いや、取れた。寂しい夜には埋められないほど時間が余る。見上げた夜空の星数えても朝はまだ来ない。風に吹かれて考えてみた。自分に一番大事なものか、ああ愛よりも、うんうんうん、伸ばせる自由なんだっけ。あー出てこない歌詞が。運命の歌、待ってマジ出てこない。ちなみに私の歌割りは自分に一番大事なものってとこ歌ってます。むずくない？ここの歌うの。なんだっけ、てかその前の歌わりのさ、かおりちゃんの声のさ
わかる？かおりちゃんが歌ってるんだけどさ、この私の前のパートにさ、わかんない？かおりちゃんの声って。すごいよね。すぐわかったもん。かおりちゃんの声は 羨ましい。かわいい声。あ、かおりちゃんが歌ってる動画、風に吹かれて考えてみたってとこ。で、私、その次が、自分に一番大事なものってとこ歌ってる。ここむずいんだよな。自分に一番大事。あれ？メロディーなんだっけな。あ、ありがとう、歌詞。じゃあ歌うわ。寂しい夜には埋められないほど時間が余る。見上げた夜空の星数えても朝はまだ来ない。風に吹かれて考えてみた。自分に一番大事なもの考えきれない。ダイヤよりもいつでも手を伸ばせる自由。誰もいない宇宙の片隅、語りかけようか。歌えたらそれでいい。他に欲しいものは何もない。心の感情をありのまま聞いてくれる人へ届けたいだけだよ。好きなんだ。歌えたら今生きてる意味を感じられる。命の喜びを曲に乗せ、世界の彼方まで愛を込め伝えよう。誰かが瞳を震わせながら涙流すのは運命の歌。いい曲。いい曲。マジいい曲。みんないっぱい来て、聞いて。職人を疲れるな。ありがとう。ごめんね。サビちょっとごめんね。もう歌ってたらさ、メッセージを、コメント読みながら歌ってたらさ、もうあっという間にサビ来ちゃったよ。ごめんね。でも間に合ったよ。ありがとう。あ、大サビのところもいいよね、確かに。2代目の育成が間に合った。菓子職人。ありがとう。職場体験どうでしたか？どういたしまして、いい歌声聞けてよかったです。何味のマイボー好き？明太子。いや、でもバースデーイベントもやりましたよね。本当に。ボイトレでさ、夜風の仕業をめっちゃ練習した記憶ある。
フルで歌ってさ。ね、私もう人生で一回は絶対みんなの前で歌いたいなと思ってたの。まあ研究生の時歌ってたんだけどさ、アンダーで出させていただいた時に。でももう一度歌いたいなっていうのがずっと心のどこかにあって、だから歌えてよかった。そろそろだね。今日は2時間ぐらいかな、配信できましたね。楽しかったかにゃ。今日滑舌やば。なんか新しくさ、マウスピースを変えたのよ。形は一緒なんだけどさ、そしたらやっぱり硬いのね、痛い。うん。あ、夜風の仕業のイメージあった。え、嬉しい。いて、いて、いて。うん。同じさ、方なのにさ、痛えのよ。3ヶ月間のやっぱ間でこう、やっぱ付け外しするとやっぱ緩くなるのかな。痛いもん。新しいの。うん。明日は料理を作って、みんなに見てもらおう。マウスピースがぶっ刺さってる。ぶっ刺さってます。でもあと数日したらポニーテールのウィッグがぶっ刺さります。私の頭に。いやー、頑張る。でも可愛いから見てほしいな、ねねちゃん。いや、今日はありがとうございました、皆さん。本当に、ありがとう。また、明日。延長戦、この間始まってたっけ？ダメだ、そんな。そんな甘えたこと言ってられん。12時過ぎたら消える。いや、12時になったら切れる。はい。みんな、今日はありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。甘えたこと言ってられん。そんな。当たり前じゃん。みんなそうなんだよ。12時になったら切れるんだよ。私の、ショールームはちょっと、切れないことの方がほとんどですが、多いけど。うん。まあきっと、切れるよ。だからみんな、おやすみコメントください。あと明日早起き頑張ってください。コメントもください。あと1分。あ、コメントありがとうございます。おやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。お疲れ様でした。おやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。絶対切れそうじゃない？皆さんありがとうございました。またね。そうだよ、だって今イベント中だもん。バイバイ、おやすみなさい。
またねー。ありがとうございました。また明日。ミラボールありがとう。バイバーイ。うわ、もわもわハビルさん来た。待って、おかしいって、やばいよ、やばいやばいやばい、もう今日の時間でカウントされちゃってるやん、もうこれ日付変わって、やば、マジか、あ、来るんだ、え、なんで、なんで切れないの、おかしいって、ミラボールありがとうございます。やば、やば、びっくり、え、ありがハピネス、みんなまた明日。おやすみなさい、誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう、またね、またね、おやすみなさい。